どうも皆さんこんにちは、ドレイクです。今回はお酒レビューをしたいと思います。今回紹介するお酒レビューはこちらです。 Old English の紹介です。これアメリカの映画とかによく出てますね。 Boys in the Hood とかポケットいっぱいの涙とかいっぱい出てますね、こういうの。あと EGE とか NWA の曲とかにはこういう飲み物が出てますね。ラッパーたちもリリックにして言ってますね。これはね、前から飲みたかったんですよね。ポケットいっぱいの涙を見た時、これなんだろうと思って飲んでみたいなと思ったんですけど、まあその時は5歳とかそんくらいだったので、もちろん飲むことはできませんでしたけど、今は21なので飲みます。それでは行ってみましょう。お父さんがこれまずいって言ってました。うわ、すげえ強いな。モルトリカーです。で、色はちょっと見えにくいですけど茶色っぽいですね。泡がちょっといっぱいであんまり見えませんけど、茶色みたいな、薄茶色みたいな色ですね。それではいただきます。ものすごく苦い味ですね。変な後味があります。ものすごく苦い後味、これは良くないですね。やっぱりダメだ、これまずい。そんなに強くはないんですけど苦いです。期待外れでしたね。点数はものすごく低いです。5点ですね。このどこが美味しいのか全く分かりませんね。もちろん二度と飲みませんね。 Old English の紹介でした。次回をお楽しみに。それではじゃあね。